レガテドリブル塾です。今日はですねネイマールのドリブルの秘密5つというのをやっていきたいと思います。僕なりになぜネイマールのドリブルが上手いのかっていう理由を5つ考察して解説していくので、何か少しでも皆さんの参考になれれば嬉しく思います。まあ、上手い選手の真似できる部分を真似しながら自分のプレースタイルと合わせてうまくミックスするっていうことは一つ上のレベルに行くためにも重要なことなので、この動画が少しでも参考になれれば嬉しいです。それではやっていきたいと思います。ネイマールのドリブルの秘密一つ目は豊富なテクニックです。もはやこれはもう僕が言うまでもないかもしれないんですけど、ネイマールのあのテクニックの豊富さは異常です。でこれは単にテクニックがあるだけじゃなくて、それを試合であのバリエーションでやってくることがネイマールの凄さです。やっぱりテクニックが豊富な選手って見てる方もワクワクが止まらないし、相手ディフェンスからしても何をしてくるかわからない怖さがありますよね。でなおかつテクニックが豊富な選手は相手選手にとって迷いを与え、反応が遅れたりすることにつながります。テクニックはあるに越したことがないので、ぜひいろんなテクニックにチャレンジしながら自分の武器として試合中でも使える武器を準備しておくのを皆さんにもお勧めしたいと思います。ネイマールのドリブルの秘密2つ目は緩急のうまさです。ネイマールのドリブルでよく見かける抜き方として、緩急をうまく使った突破があります。緩いスピードから相手をうまく誘って、そこの逆をついてうまくかわしていく抜き方ですね。ただ逆をついて突破するんじゃなくて、緩いところから一気に加速してスピードに乗れることがまたネイマールの凄さの秘密です。ネイマールのプレーをよく見てたらわかると思うんですけど、ネイマールの体に無駄な力が入ってないということも、この遅くから早くの一瞬のスピードを可能にしている一つの秘密だったりします。ネイマールがファールをよく受けるのも、ネイマールのこの緩急のうまさに対して相手がついてこれないから引き起こしてる要因になってたりもします。ドリブルは常にスピードに乗ってればいいってわけじゃなくて、ネイマールのようにこうやってうまく緩急を使いながらドリブルすることで相手が捕まえづらくなったりするので、ぜひ緩急のドリブルも抑えてみてください。続いてネイマールのドリブルの秘密3つ目は自信満々な雰囲気です。自信を持つということはドリブルをする上でとても重要になってきます。自信がなくおどおどした雰囲気っていうのは相手にも伝わりやすいです。でそれが結果的にミスにつながったりもします。いつでも取りに来いよというネイマールのあの自信満々な雰囲気が相手ディフェンスの判断に迷いを与えて、そのわずかな判断の遅れがネイマールに突破を許してしまう原因になってたりします。とにかくドリブルをするときはこの自信を持つということが大切だということを伝えたいんですけど、その自信はじゃあどこから来るかっていうと、圧倒的な技術からです。技術なくして自信を持てるっていうことはありえません。ネイマールも自分が持ってる技術に自信があるからこそ、あえてドリブルの時にもその自信満々な雰囲気が出せています。なのでぜひ基礎練習から技術の反復練習は普段からやっておくようにしましょう。ネイマールのドリブルの秘密4つ目は見極め力です。どう相手を抜くかあらかじめ決めていない、全ては敵次第だ。これは実際にネイマールが言った言葉です。つまりネイマール相手ディフェンスの反応に対していち早く自分が先に反応してどうかわすかを判断しているということになります。簡単に言うと、相手の動きを見極める力が抜群に優れているというのもネイマールのドリブルが上手い秘密です。これに対しては頭で分かってるだけではダメで、何度も実践で対人の練習を繰り返しながら、1対1などを繰り返しながら、相手の膝が動く一瞬のタイミングを逃さずにうまくかわすとか、重心を見てこの重心のかかり方で自分がこういけば確実にかわせるというような感じで、何度も実践した上で自分なりに見極める力を養っていくことが必要です。相手の反応っていうのも人それぞれなので、そこは一概には言えないんですが、例えば膝が先に動くとか重心が傾いてるとかっていうのを見極めるのはベースは一緒だと思うので、そこを普段の練習から見ておくということはとても大切なことです。ぜひ見極め力、皆さんも普段から意識して身につけてみてください。ネイマールのドリブルの秘密5つ目はドリブルが守備になってるということです。攻撃は最大の防御というのは、もうネイマールのドリブルがそれを証明しています。いくらドリブルが上手くても、やっぱりチームの中でチームの力としてドリブラーとして監督にもチームメイトにも認めてもらえないと、ドリブルって結局生かすことができないと思うんですけど、ネイマールはそれを可能にしてるのは、ネイマールのドリブル自体がチームのディフェンスにもなっているからです。どういうことかっていうと、例えばネイマールがサイドで仕掛け続けることによって、相手のサイドバックが前に出づらくなります。これは結果的に相手チームの攻撃力を奪ってるということになりますよね。でこれはもちろん前提なんですけど、そのドリブルの成功率が他の選手と比べて高くないといけません。結局ドリブルからボールロストにつながることが多くなってしまうと、それはチームにも迷惑かけてしまうことになるので、そのドリブルが相手チームの攻撃力を奪うという視点で見てみるのも一つの面白いところだったりします。ネイマールの場合はパリでそれをうまくやってるので、ネイマールがサイドで仕掛け続けることによって、相手の同サイドのサイドバックの攻撃力を奪い、結果的にチームのディフェンス力の底上げにつながっています。圧倒的なドリブル能力を持った選手は味方チームの守備にも大きく貢献します。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。
はい、という感じで今日の動画はこれで以上になります。今日この動画が役に立った、面白かったと思ってきたら、ぜひグッドボタンの方とチャンネル登録の方していただけると嬉しいです。レガテドリブル塾のグッズや LINE スタンプの方もありますので、気になる方はぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.